はい、今回はこちらの F60 クロスオーバークパ D ですね。こちらの前期モデルの方なんですけども、今回は、はい、こちら UCI のテールランプですね、まあ、こちらを取り付ける作業、まあ、並びに劣化したバッテリーの方交換の方を進めていきます。こちらリアビューが、まあ、陶器になるということで、まあ、ちょっとお楽しみの作業ですね。では作業を進めていきます。はい、今回まずはこの助手席側の、まあ、この中に、まあ、ボディドメインコントローラーといいまして、まあ、ライトの点灯に関する機器が含まれております、まあ、そこから信号を引っ張る出すっていう形ですので、ちょっとここから開けて作業していきます。こちらが、まあ、ボディドメインコントローラーのユニットになりますので、まあ、ここから信号線を取り出す作業をしていきます。こちら2本の線ですね。こちらデッサテープを使ってまとめていきます。一応これ純正のなんかディーラーでもおそらく作業できるのかなっていう、一応こういう説明書があるんです。これ取っちゃダメです。乗せちゃダメです。まあ、ちゃんと説明書もあるので、はい、安心して作業ができる。あ、そうです。続いて BMW ミニ純正の診断機を接続していきます。現在まだ読み込み中ですけども、このように一応 UCI テールライトの後付けという項目が出ましたね。まあ、ここからはこの LCI テールライトの、まあ、取り付けのコーディング並びに、まあ、プログラミングの作業を進めていきます。こちらのプログラミングについては、まあ、待つだけですので、残りの作業を実施していきます。配線前から後ろに引っ張ってきましたが、まあ、その後、まあ、本体ともいえる、まあ、テールランプ自体の交換をしていきます。では現状の前期テール、こちらを外していきます。まずはこちらのこの内側についているカバーですね、ここを外していきます。はここに、まあ、2箇所このナットで止まっている部分をこちらを緩めていきます。あ、こちらでテールが外れました。はい、ではこちらのコネクタのこの部分のロックを一旦外しまして、こちらですねを引き抜きます。こちらもう使いませんので絶縁してテープで留めておきます。今回こちらのコネクタ、まあ、このようなちょっと絶縁用のパッキンですね。絶縁というか、あ、防水用。まあ、一応ここ室内かなと思ったんですけど、まあ、一応みんなこういう風に同じようなパッキンが入っておりますので、まあ、これ同じようにこのようにして結線していきます。で、付け合えたコネクタを先ほど抜き取りましたこちらの部分に差し込んでいきます。はい、差し込んだらこちらのコネクタのロックも戻しておきます。こちらが LCI テールですね。こちらを取り付けしていきます。はい、こちらの方はひとまず取り付けの方完了です。まあ、この後まあ、動作のチェック確認を終わりましてから、ここのパネルは戻していきます。続いて助手席側の取り外したパネル類を戻していきます。はい、あとはこのプログラミング作業の終わるのを待つ時間となりますね。はい、もうほぼほぼ終盤の段階ですね。続いてバッテリーを交換していきます。
結構奥まった位置にありますので、いろいろ外す必要がありますね。純正バッテリーが外れました。こちらが新しいバッテリーですね。バルタ、ドイツ生産のモデルですね。ではまた積んでいきます。はい、バッテリー交換も完了です。はい、今回はこちらの F60 クロスオーバーの前期モデルに LCI のテールライトを取り付けさせていただきました。F60 クロスオーバーも、まあ、前期モデルですと結構もう5年ほどですかね、まあ、経っております。まあここでちょっと飽きてきたなとか、新規一点でお考えの方、ぜひ LCI のテールライトを取り付けていただいて、まあ、イメチェンあるいはリフレッシュさせていただければと思います。詳しくは、まあ、ボンドガレージまでぜひお問い合わせください。最後になりますが、ボンドミニチャンネルのご登録もよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。